ザース。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 何何。入らないっす。ないですよ、これ。ガンマイクでも、ピンマイクでも音拾わんのに、寺木さん。今日は何すか、この動画。今日ご飯動画っすね。ご飯っすよ。ご飯動画。みんな揃ったっすね。はい。あと、行きまーす。行きまーす。行きまーす。うまそうっすね。うまそう。昼飯が一番楽しいですよね。現場仕事しとくから。まあ、そうだっすね。何が一番楽しいっすね。僕、キャバ嬢からない。仕事全然関係ない。僕はね、まあ人それぞれみんな楽しみ方ってのがあるじゃないですか。僕の楽しみ方はキャバ嬢のライン、キャバ嬢からない。楽しみでしょうがない、すぐ既読つけちゃう、つけるすぐ既読つけてすぐ返しちゃうキャバ嬢を落とすテクニックはあるんですか。お金貢いだもんだち、お金お金お金なんかテーマ決めましょう。テーマ、うん、足場を始めた理由、偉いじゃないですか。偉いし、まあ、結構労働環境も悪いじゃないですか。悪いみたいな感じ。はいはい、まあきついですよね。厳しい世界も世界ですよね。朝も早いし、夜も早いし、住み込みで遅いし、うん、先輩もなんか悪い先輩とか多いじゃないですか、関連も。そうですね。怖いね、先生。じゃあ、一番初めてきっかけ、初めてきっかけ、ひらきちくんから行きましょうか。どうぞどうぞ。俺ちゃうて、俺飛びじゃねえて、足場じゃねえて。え、今日バラショットじゃないですか。あー、バラショット。今日始めたきっかけっすか。今日始めたきっかけは、え、やめるんですか。あー、それもいいかもしれないな。そう、きっかけ知りたいですね、結構。職人やり始めたきっかけ。あ、じゃあ寺口くんがいいんじゃない。塗装やってきっかけで、でまあ職人になってきっかけみたいな。今ほら、いくつから始めてるんです。15歳。高校行かずに。行かずに。じゃあ犯罪やん。犯罪なんだ今。犯罪ですよね。いや、だって16歳以下あれですよ、足場の面は登れんすよ、2m以上。あ、その時は登れたんだね。まあ、そうだね。15から塗装。動くから。なんで塗装屋さんだったんですか。学校行きたくなかった。学校行きたくなくても働きたかったっす。で、どういう塗装屋さんなんですか。うん、僕はなんか足場とか飛びの格好がかっこよかった。あ、それで一回やったんですか。はい、あ、分かった。無理だ。あ、僕応援されたんですよ、先輩に。すごいっす、いじめられて。怖い先輩だったんですか。いや、仕事で怖いだ。普段は優しい。普段そういう人多いっすよね。仕事めちゃくちゃ厳しくてもなんかワンセンレるみたいな。うん、15代も撃沈したっすね。撃沈した。それで塗装っすか。それで塗装、いろいろ仕事して、その足場やって、飛びやって、足場やって、クロスやって、あ、内装やったんだけど、夜を伏せるんで、はい、これも無理だ。あ、電気灯せばずっとやっとるっすね。もう内装やった。あ、そうなんだ。あ、5時で帰れるのか。時間がしっかりしとるから塗装やったんですか。そうです。暗くなってやれんすもんね。暗くなってやれん。で、塗装でもまあ民間っすか、ずっと。民間か。なんか結構あるじゃないですか、その橋とか。ああ、あれもやってたよ。あるよ、夜勤とかあるじゃないですか。夜勤とか。そういうのは出ずにもう民間だけで、もう5時にピタッと終わって。5時にピタッと終わって。いくつで独立されたんですか。ね、28だね。28で独立。そっからもうずっと儲かって。いや、儲かって。儲かって。儲かり出したのに2回道場入ってくれるんですか。あ、そうだね。あざっす。すごいですね。笑い事もらおう。笑い事もらおう。ファンタは、あ、カンタじゃないか、イケメンか。うん、カンタは、え、カンタは、あ、そう、何が、近くに住んでるカンタは。マジで住所ここです。電話番号、あの友人さん、
電話番号あ、ともちんさん、ともちんさんともちんさん、電話番号も何でも教えますから、ここにコメントしてきてください。イケメンさんはずっと職人さん。最初の頃は、高校中退して、はいはいはい、ルーラン、ようやく言っとるだけマシだね、言っとるだけマシだよね。中退して、うん、から、なんか倉庫の仕事、倉庫、工場みたいな、工場、そう、1年ぐらいやっとったんですけど、はい。つまらなさすぎて、なんでその一日の流れが決まっとるか、長いですよね、時間が。工場で働いてる人に失礼かもしれないですけど、一日が長く感じるんですよね。長いですね、うん、時間ばっかまだかなみたいな休憩で、今、体を動かすことが好きだから、で、ここにスノボに来たんですよ。それが18歳そうですか。ちゃうやん、お前そのキーがあるだろ、リュータって言うのやろ。先輩が思って、先輩のそいつが入って、なんかそいつが入って、うちに、はいはい、そのまま求人で、求人かけとったんで、足場で。その時にちょうどお前が、辞めるってなって話して、で、後輩連れてきていいですかって、そいつが言ってきたのが簡単と、はい、だからお前も弟だって足場じゃなかったもんね。二人って、まあ足場もめちゃくちゃちょいちょい人おったもんで、うん、お前らじゃあちょっと塗装行けよみたいな、うん、で、まあ爆速と、まあ、イケメンがまあ一緒に入ってきたんだよね。そう、友達同士でね、そう、友達同士で、うん、へえ。で、まあイケメンは、まあ塗装行ってこい、で、爆速がじゃあ足場にしよっかってなって、まあ、二人別れとったんですけど、うん、まあ、いつからだっけ、まあ、足場が忙しくなってからだっけ、ちょいちょい忙しくなって応援に来いよって、ね、あ、手伝いね、よくありますよね、今でもありますもんね。あるか言っとるうちになんか、もうお前足場でいいやみたいな、勝手に足場になっちゃったみたいな。それは後悔してないですか？なんすか、俺足場かよってならなかったんですか？だから塗装から足場結構勇気なんすか？100回ぐらい後悔したいの。はい、100回ぐらい後悔したんじゃないの。100回ぐらい100回ぐらい忘れようとしたんだろ、歌詞みたいな。ソナポケット。ソナポケットそれ。寺道ポケット。最初は嫌だった。厳しいし。戻りたいと思ってた。うん。でもお前あれだろ。戻りたい、戻れないだろ。長く強いしだろ。で、いや、そっからもずっと足場だっけ。やっぱ厳しかったっすか。ごめんなさい、始めます。この時はぬるかった、こいつの時はぬるかったっすよ。聞いとったらなんかあの現場終わってからいつも腕立て伏せさせられとった。誰に、はい、どうだったっすか。こっちですよ。うそ、何やった腕立て。はい、じゃあこいつジム通ってたんですよ。本社、本社っていうジムに通ってた。そっちかよ。本社にあのトレーナーおったもんで、ね、パーソナルトレーナー、寺道っていうの。パーソナルトレーナー、寺道と辻ってやつおったもんで、ね、本社に。それで、そう。それで体鍛えるために始めたんだよ、なんかつかジムを。めっちゃ悪やな。地獄やった。そう。あんま覚えてないですよ。まあ覚えてねえよな、なんか昔の話だもんな。もう本当になんか幼稚園上がるぐらい前の話に思えるよな。それ虐待ですか。虐待だよ。まあでもあれ、それがあったから今あるんだよ。俺もそうだもんな、昔なんか厳しくてさ、厳しくされたもんで、ね、周りからもうされてるんだもんね。どっちかって甘かったもんね。甘かったもんで、ね、こういう風に性格が育っちゃった。ひねくれとるで俺、大体こう性格まっすぐ並んで、なかなかダウンでちょっと 変化球打たれてもこうやって打てるんですよね、僕こうやって。それこそ最初部材も持てんかったって言ってるじゃないですか。そうです、そうだろらしいですよ。まあ最初1本とかしか持てんかってない、1本2本しか。そうですね。で、慣れてくるんですか、体が。やっぱ慣れるしかないですね。慣れるよね、でもやっぱり3ヶ月とか、うん、かかるんですね、体が慣れてくるの。もう毎日筋肉痛みたいな感じでしょ。最初はそうですね、1週間1ヶ月ぐらい筋肉痛みたいな感じで、
だって持つしかないですもんね。やるしかない。そうそう、やるしかない。やるしかない。え、偉くて持つしかないもん。それが普通になってくるもん、そうすると。飛んできたものを取るしかない。飛んできたものじゃないな。落とされたものを取るしかない。キャッチするしかない。飛んできたもの。上から投げ取るより重い。おかしいやんけ、ました。関谷さん長いですね、逆に足場。まあうち、まあ、今応援で入ってもらってますんで。ああ、はい。そうですね。始める機会なん足場からやったんですか。そうですね、足場からやった。マジですか、はい、何年ですか、今ちなみに経験。12、13年ですか。長いっすね、はい、ちなみにおいくつなんですか。え、おいくつなんですか。今はもう私はちょっと、はい。どうしよう。ちなみに寺岸くんは？いや、ちょっとどうしよう。いえ、知ってますね。あ、知っとる。41ですよね。俺の1だよ。僕の14個上なもんで。お前方ね。それよく覚えれた。代表と一緒ってや、すぐ。代表と社長と一緒っすね。全然顔違う。若々しく見えると言われて。2年ですか？そうですね。民間が多いですか。民間が民間数多いですね。高いところ怖いもんで。高いところが怖いもんで。そうですよね。大きいところだとめちゃくちゃ高いところで。そうですね。大きいっす。え？大きいっす。じゃあ建物が大きいと怖いもんで。怖いっすね。もう高いと無理ですもん。高所恐怖症。そんなやつがマンションの足場ぐんぐん。え、マジマジマジ。僕はもうビビりだよね。俺やばいよ、高いとこ無理だよね。で仕事、なんか仕事のスイッチが入ったらいけるんですけど、マジ無理。最初ならでも普通に出るっぽいっすよ。で、中間入ってるんですよ、大体僕。ジェットコースター乗れるっすか。乗れんっす。乗れんバチバチ気合入ってそう。乗れん、全然乗れん。大型怖いっすよね。慣れんっすよね、あれ、なかなか。そうですね。なかなか難しいっすね。コーヒーが。ああ、だっす。初めてきっかけ何なんですか、キッテンさん。服装がかっこよかったんで。ああ、日課僕はそうですね。ああ、昔っすもんね。そうっすよね。僕も最初の方めっちゃ入ってたっす。作業着がかっこいいってあるっすね。まあ、あるっすね。全然違うっすもんね、ほんと。最初めっちゃかっこが好きだったっす。なんか胴付きとかあったっすよね。そうですね。これ胴付きのやつ。で、あれっすね、休憩になるとこれ胴ペロンで抜けるっすよね。あ、それがかっこいい。仕事終わりとか。それがめちゃくちゃかっこよかったっす。中学生になっちゃったらね、昔のハイウエストってやつね、このベルトループから神戸あるやつね、こうやってハイウエストまたあの5個6個とか言ってへぇ確かに、それはわかる。まあでもやっぱ人それぞれあるんだよ。お前は体を動かしたい。で、関谷さんは作業着でしょ。で、寺岸君も多分怠け者でしょ。どうなの。あ、違う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 5時までは早く帰りたいってことですよね、結局は。それ逆にですよ、例えば足場だとかだとなんかやりじまいってとこあるじゃないですか。うんうんうん。なんでもう一軒やってもやる、帰るみたいな。なんでもう一軒とりあえず終わったら帰れるもんでっていうなんか頭はなかったんですか。言うても段取りとかいろいろあるもんで、まあ、どうせ帰れんだろうみたいな。まあそうか。塗装はあれですかね、雨やったらもう休み確定ですね。でもその分も稼げると思うんですよ、塗装だと。まあ稼げんっていうか、まあそうですね、いろんなことやっていけばいいと思うんですけど、なんか稼げん、最初稼げん、日数が出れないですもんね。でもなんかその朝起きた時にちゃうじゃないですか、気分が。まあ、朝起きて眠い時に稼げんって頭ないじゃないですか。まあね、朝起きて空パッて見たら雨降っとるーじゃないですか。おやすみなさいって休めるーやん。親方の電話待ちみたいな。お、今日休めたら、分かりました、しょうがないですよねーって。そうですね、昼とかに出てこいとかないんですか、たまに。あるっすよ、たまに。それはもう10時半がかかってこいじゃん。まあ、出ないっす。あ出ないっす。あ、もう二度寝してましたよーみたいな。もうそういう特権なんだよ、別に怒られないで、もう最初から。もう最初言わなかったね、それは。まあそうですね。最初言わなかった、ね。10時半ぐらいまで。10時半ぐらい起きてきよって言えば起きてるんですよ。うん。10時31分だったらもう起きたいっす。カチャカチャってこんな怖い先輩いたみたいな話ありません。まあでも見とるかもしれんのですけど、寝坊したらサンドバッグにされたことあるっすね。朝起きたら。いや朝じゃない、朝じゃない。まあぶっちぎっとったんですけど、僕まあこの会社入って何回もぶっちぎっとるんですけど、まあ本当申し訳ないですからね、社長見とったら思う。見とるっすね。その前のまあちょいちょい僕もなんかちょこちょこやってたんで、いろいろ、はい。
ここで働いてる時に、まあ電話出ないんですよね、寝坊して。で、先輩とか朝迎えに来てたんですけど、その時に限っても家バーって出て、普通に夜中から遊んで、でもういいややめようみたいな。で、飛ぼうずっと飛んだんですけど、で知らない番号から電話かかってきて、僕もこんな性格でバカなもんね、普通に。まあ女の子かなと思うんですよ。あ、誰かに言ったんだよ、知らない番号で。あ、女の子かな。出会えたら女の子なんですよ、案の定。おぉ、誰だろみたいな。ほんで、ああしてって全員、もしもーしか言ってません。すぐさってなんか、さってなんか変わって、全員、おい。聞いたことある声。いや、聞いたことある。あ、何やっとんだお前、電話で出会うと。あ、先輩だ。言い訳するんですか、そっか。いや、ちょっと手でこれ切っちゃって言い訳しちゃって。で、まあそれその会社の、まあ、先輩で、まあもう来いと、明日で、明日がなんか土曜日か日曜日だったの、確か。で、なんか仕事じゃなくて、なんかで、ね、なんかバーベキューかなんかしてた、集まりで、うん、で、どこどこに集合だもんでって、はい、で、なんかどっかの体育館かどっかに集合した時に、まあみんなブワーって言いますね、その先輩の周りのプレートの方で、はい、で、そのまま社長が来ていきなり、なんかすごいなんかめっちゃなんかミット持ってきたんですよ、はい、1個、ミットね、こうやって持ってたらよ、あれ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 、ミット持ってとか言って、お前今からサンドバッグやとかし並べやとか言ってブワーってなんかもう人間並んでこうやってて、みんなこのパンチ受けろお前全員で、お前とんのお前償いだとか言ってそこをボコボコにされてそこでまあミットあったもんでよかったですけど、そうですよ、そこは良心的ですよね、そこ良心的だからもうそのまま殴ったら障害でパクられたんじゃないかって思ったんじゃないですか。それぐらいかな。本当はもっと怖い話いっぱいあるけど出せないレベルやった。はい。怖い話ってありますよ。やめましょうか。カメラの前でやめましょうか。やめた方がよろしいですね、多分。なんかありました。あの、これですか、その先輩が怖いね。ねえ、ミッチーさんが一番怖いって言ってますよ。僕は、うん、もういいよ、僕は別に怖くなかったもんね、逆に多分怖いって怖い、うん、実は優しいよね、俺の前は愛があったら。それガンダ君の口から言わんでいいね、本当にガンダ君の口から言わしたって、それ言おうとして全部言っちゃうから。いやよ、分かるんですよ、でもガンダ君何があるじゃないですか、喋るタイミングの波が、ここで喋る、ちょっと待って、ここで喋るってあるじゃないですか。もう待てないですよね、僕は。もう待てない、待てない、どん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 、どんどん喋ってかんですよ、もう。そうね、優しいですよ、優しい、怖かったっすけどね、怖いけど、怒るときは怒るっすよ、やっぱり。まあ、理不尽なことで多分怒ったこともあるし、また、まあ、危険ですもんね、足場自体。そう、はい、じゃあ食事動画でしたけど、食事動画チャンネル登録ね、そうですね、チャンネル登録といいね、いいですね、はい、お願いします。はい、じゃあ何点でですか、人が増えるか、人が増えるか、人が増えるか、お客さんいっぱいいるちょっと。はい、チャンネル登録といいね、お願いします。お願いします。また見てねー、また見てねー。